5月8日のケリヒメスイーツ。ゴールデンウィークも終わりですね。ゴールデンウィークキャンペーンケリヒメないのはまだ続く。次の木曜で終わりかな。今日はどこ行こうか。あ、1日2回のお楽しみ、1回目入るの今日忘れてた。今日長めのお昼寝をしちゃったから余計にだな。2回やればね、プレチケがね、1枚もらえるからね。邪魔者は倒していくよ。電空ビートは新覚醒の方先に手に入れちゃったな。普通の方持ってないんですよ確か。何の覚醒色だっけ、天空マーンって。装備欄のあれを見ればその順序でわかるかな。野生児か、野生から天空の人へだいぶグレードアップしましたね。大罰ボスをさらっとやりの、上にたげっちゃったな。下のやつに当たるかこれ。当たらない。もうちょっとまで宝箱が落ちてくるまで待った方が良かったかもね。そしたらまとめて当たったかもしれん。土産よろしく。奥のビリビリが当たり、よし、大罰ボスの報酬はそこまで美味しいわけではないけど、まあもらえるものはもらっとこうな感じですよね。こんなかだったらもはやあれかな、 KP の、うん、交換のやつが一番嬉しいぐらいかな。さあ今日どこ行こうか。光系の、うん、通常色クリアを今後も頑張るためにはこのやっぱ光系のやつを他のキャラもちゃんと育ってあげないとかな。ただそもそもがプラス10とかにならないといけないから、ジョニーはまだいける、うん、ラットもいける、スパイクが8か。それこそゴールドチケットを集めてメンバーをなんとか当ててとか、そういう感じか。あとはなんか交換アイテム KP とかのなんかで交換で一斗缶のやつがあったりするかな。闇ジョニーゼル系もそうだし、光系も結構敵が強いから編成しっかりしないと。邪魔者は倒していくよ。まず勝つこと自体が難しくなるかも。闇属性攻撃でまずは一気に押す。4人いますね。カイトでいけたりするか。あ、いけるね。なんかもっと苦労したような記憶あったけど、カイトをゲットする前だったのかな。それかこの乱入ボスのあたりはさすがに強くて、ここでちょっと時間かかったりとかだったのかな。もうカイトだけでいけるね。さすがに硬くはなってるけど、もう一旦で普通に終わりそうだし、仮にカイトいなくてもなんとか手持ちで、他の手持ちでなんとかなりそうな感じだな。あれ、こんなに簡単に倒せたっけ。前やった時はやっぱりカイトいない頃だったのかな。天空人とか強い人の借りてもやっぱり光と闇エレメント持ちはね、よだめが軽減しちゃうから、まあそれでもご利用せるキャラは結構いたけどね。ゼルラットの方、じゃあジョニスパの方行ってみますか。となるともうどのキャラでも良さそうだな。何のアイテムを取るかだね。お、ベリーだ。ベリー使ってみよう。ちょうど闇属性だし。初ベリー
ようやくベリーが使える。使いたい時には全然現れてくれてなかったからね。コウモリアタックからのえい、範囲技だね。最初の位置に戻ってくれるのはいいね。ヒットアンドアウェイ。カイトが十分強い手が、カイトが強すぎるんだろうなこれ。あ、でも200、弱点とはいえ200億も与えてる。いや十分強いな。まあ悪かないけどってとこだね。でやっぱ光闇系はどこでも重宝するから、娘メンバー、最近増えてきたけども、光属性闇属性の子は、まあ、取っといて損はないかなっていう。そうだよな、300億とか与えられるキャラとか、まあ、プラス、ね、数億数十億何回も当ててるし、十分強いキャラではあるね。さあもう一丁ベリー、935億。ああ、ちゃんと強いね。累計で1000億以上与えてるからね今ので。よかった、ちゃんと強いベリー、そして可愛い。まあ突進攻撃プラス、ほどほどに範囲攻撃もしてくれるから、まあ十分使えるんじゃないかなってな感じです。ようやくベリーを使った感想が。よし、俺は今週この光系のところを回っとこうかな。復刻はするだろうけど、とりあえずで。ではこんな感じで今日はおしまい。また明日。